今回は前回ご紹介しましたグリッドとガイドを利用しながら図形を作成します。合わせてガイドのコピーと削除の方法もご紹介します。表示タブを選択してグリッド線とガイドにチェックを入れましょう。グリッドとガイドのダイアログボックスを表示しましょう。描画オブジェクトをグリッド線に合わせる、こちらにチェックを入れましょう。間隔を2グリッドにして5ミリ間隔のグリッド線にしましょう。 OK をクリックしましょう。では垂直のガイドをコピーします。マウスポインターの形を確認してコントロールキーを押しながらドラッグしましょう。ちなみにコピーしたガイドを削除するにはスライドの外にドラッグします。グリッドに合わせて 8.5×8 の円を描きましょう。次に 10×4 の三日月を描きましょう。左に90度回転しましょう。楕円に重ねます。調整ハンドルで形を調整しましょう。楕円と三日月両方選択して接合します。二等辺三角形でくちばしを描きましょう。背面に配置しましょう。グリッド線に合わせないのでオルトキーを押しながらドラッグしましょう。再背面へ移動です。直線で足を描きましょう。足もグリッド線に合わせないのでオルトキーを押しながら操作しましょう。楕円で目を描きます。オルトキーを押しながら好きな位置に配置しましょう。あとはお好みで塗りつぶしの色、枠線の色、太さなどを設定しましょう。すべて選択してグループ化しましょう。右クリックで図として保存しましょう。今回は前回ご紹介しましたグリッドとガイドを利用しながら図形を作成しました。合わせてガイドのコピーと削除の方法もご説明しました。